フェイスシールドの着用実験をしていますが、来週からの授業に備えて教室では消毒液、スプレー、いろいろご用意をしておりますけれども、私たち喋る職業ですので飛沫が飛んではいけないということで、このようなフェイスシールドを着用してのレッスンにどうもなるらしいと。フェイスシールドはもうね、取り寄せではあるんですが、今日新作をちょっと撮ってみました。この新作はですね、アップルがそのデザイン、ひな型っていうのかしら、それを無料で提供しているという、姿はねシンプルながらこのシリコンのゴムとかがついてまして、これをこの透明のにくっつけて、そしてかぶるわけでございますが、この今見えるかな、おでこのところにねちゃんとストッパーみたいのがあるので、結構このここに隙間があるのわかるかしら、隙間もあって、まあ口よりも下までシールドが来ておりますので、これマスクをするのかな、息苦しいのかしらわからないですが、サンバイザーのでっかい版みたいな感じですけども、まあ、お客様の安全を守るために私たちもできることをやっております。お店を開けるのにもいろいろと準備が必要でございますが、このフェイスシールドは結構顔の下部分までをカバーしていて、前に買ったのもいいけど、これもまあいいんじゃないかな。一応ねスタッフ分を取り寄せてございますので、その日の気分に応じて使い分けてみるのもいいのかなと思ってます。